そうですね、本当に先制するかしないか、打ったー高く、まあ先制がかかってますし、ここは真ん中打ちました、センターに向けろ、してくるのか、初球打ち伸びていく、痛烈三遊間打ちました、いい当たり、打球はセンターへ、初球打ち、ここは打ち上げています、初球打ち右中間に上がった、ここはフライになっています、打ちました、セカンドうまくさばいてアウト、痛烈9目打ちました、サード取った、一塁最終回を迎えました、初球打ちワンバウンドヒットになりました、ランナースタート、ヒットエンセンターへ抜ける、連続安打でランナーを背負っています、いい当たり、この打球は打ち返したいところですよね、また初球打ち伸びる、はい、まあそうですね、もうどこに投げても打ちました、いい当たりアウト、ワンアウトです、4番バッター村上、前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね、なるほど、さあバッテリー打ちました、流しました、弾き返した打球はレフト、マリーンズこの打ちました、いい当たりセンターへ打球伸び、ジャイアンツ点差がつけられて最後打ちました、右中間に大きな打球、ね、さあ後がないこの場面、どういった攻撃を見せてくれるか、レフト線へ持っていった、わずかに左に切れました、ファール、ファウル、打ち上げ、ワンアウトになっています、結局ランナーライトへ伸びていく、三塁線ワンバウンドフェアだ、セカンドランナーホームイン、バッターはベンチの期待に応える投球を見せてほしい、しっかり捉えた、大きな当たりが外野へ、左中ピッチャーが変わります、左バッターが続く、最初は変化球できました、ああボールですか、津田元変化球がわずかに外れています、ボール先行です、打ちました、入れました、ファールボール、内へ低めに変化しました、インサイド落ちました、ここもファールです、次は自信のあるボールを思い切って投げ込むのがいいですね、打ちました、取った、アウト、ツーアウト、流しました、サード取った、これで3アウト、試合終了になりました、ジャイアンツ痛い、痛いですよね、はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう、この打球はフライになっています、インサイド落ちました、ワンね、なるほど、さあどう来るか、打った、三塁線落ちてフェア、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、チャンスを広げていきます、ワンアウト三塁二塁です、さあそして打席には村上が入ります、さあ一打先制のチャンス、まあ先手を取っ、追っつけて打ちました、ヒットになった、セカンドランナー三塁を回った、いいところへ決めてきます、ストライクです、さあ2球目は何か、高めのボール切りました、ファウル、抜けていれば貴重な追加点というところでした、高めのボール、ここは打ち上げています、これは平凡なライトフライ、打順は6番山本、ジャイアンツこの回2点を入れています、さあ先制に成功してなおも追加点のチャンスを迎えています、まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね、はい、これは内へ外れます、ボール先行です、さあ3球目は何か、あっと高めいっぱい、よどい球わずかに外れています、これで3ボール、これが5球目、
ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。さあそしてバッターボックスには鈴木が入っています。さあチャンスが続きます。打った、レフトに大きな打球、レフトオーバー、セカンドランナーホームイン、ホームに送球、ファーストランナーもホームイン。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。あっと入らない。いいまっすぐですね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。痛烈が3球目。打った、センターに大きな打球、初球打ち、左中間に上がった。ここはフライになっています。だけどどうなるか分かりません。いいや、センターに抜け、初球打ち、この打球はフライになっています。出ますけどどうなるか分かりませんから。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。藤井、打ちました。三遊間抜ける、見事起用に応えました。ノーアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります。バッター大谷、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ今のはよく見ましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ファーストランナー痛烈な打球、ピッチャーが変わります。左バッターが引っ張った、詰まりながらもライトへ打っています。ワンアウトになっています。打っています。いやー、対戦君のタイムリーでしたよね。見事でしたね。で最終回を迎えています。打ちました浅村、打ちました坂本、アウト、ツーアウト。バッターボックスには指名打者の門田、ツーアウトランナーありません。この回の有原、バットに真ん中打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁、バッターは9番に入っている甲斐、ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ダイアンツピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。打順はトップに帰って佐々木。ジャイアンツとしては何も焦る必要はありませんからね。これも初球打ち、ここは打ち、最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。